は再びマイナビさんとのアルバイトをさせていただきます。いやもう本当にありがとうございます。マイナビさんお世話になっております。またお声掛けいただけると、それは前回のが良かったっていうことでよろしいんでしょうか。ありがとうございます。マイナビさんありがとう、本当にありがとうございます。というわけで前回マイナビ進学さんのサイトをね見ていきましたね。で職業の適性なんかもかなり細かく書かれていて、とてもいろんなことが分かって楽しかったですね。そしてマイフレンドあすみかなさんにインタビューもさせていただいたりしましたね。あすみさんが声優になるまでの過程というかいろんなお話をしていただいてね、え面白い話も聞けましたね。ねえどうでしたか。今回は日だまりスケッチを書かれている青木梅先生にインタビューしちゃいます。青木梅先生といえば「魔法少女まどかマギカ」シリーズのキャラクター原案でも有名だったり、いろいろ書かれてるプロの漫画家さんでございますよ。お仕事の専門的なお話なんかも聞けそうですね。では楽しみですね。レッツマイナビ進学。それでは早速ご紹介しましょう。青木梅先生。はい、青木梅です。なあちょこちゃんよろしくお願いします。梅先生よろしくお願いします。やったー。というわけでこちらでもコラボさせていただきます。なんとこの動画の方には前回から出ていただいてるんですけれどもね、この度も可愛らしい姿で来ていただいておりまして、メディアに出るときはそのだいたいその緑のそいつでいらっしゃる感じですか。まあ、そうですね。メディアに出ることがまずほとんどないので。ああ、なるほど。はい、まあ画家さんですからね。そうですね。はい。でも以前はなんか日だまりスケッチ関連でイベントやらラジオやら引っ張り出されていたっていう話はお友達のあすみさんから伺ってます。はい。それがちょっと異常だったんですよね。そうですね。まずは日々のお仕事のことから聞いていこうと思うんですが、よろしいですか。はい。はい。今担当されていらっしゃるお仕事についてなんですけど、はい。どんなものがあるんですか。ざっくりした質問なんですけど。漫画の連載のお仕事と、はいはい。ゲームのキャラクターデザインのお仕事と。その他、単発のイラストのお仕事であったり、はいはい、というのがまあほとんど、それがほとんどですかね。こういうおしゃべりをするというお仕事はなかなかないってことですよね。ないですね。基本的にないです。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。そっか。それはお絵描きをするお仕事は毎日。もう自分のペースで書いていってるんですか。まあそうですね、締め切りに合わせてっていう形になるので、はい、締め切りをこう順番にこう並べて付箋とかでこう机にぺったり貼ってありまして、大体こう早いのからやっておくっていう感じです。それもでも自分でこうなんとなく計画立ててやっていくしかないってことですもんね。そうですね。お仕事ってだっていろんな会社さんからのがあるってことですよね。そうですね。それはもう締め切りに追われる的なよくある漫画家さんのイメージなことも起きますか。昔のイメージだと後ろに編集さんが座って待ってたりとか、はいはい、なんかそういうのは今もう私作画がデジタルなので、そういうのはなくなってひたすら電話がかかってくる。それはそれでちょっと電話嫌いになっちゃいますね。時々なんか震えてない電話の震える音が聞こえたりします。もう現状になってしまってる。そっかー、大変な時もあるんですね。打ち合わせのとかもしたりするんですか、その編集さんと。そうですね。はい、それは時々します。その作品の内容だったりとかですか。今後についてみたいな。大体まあお話次どうしましょうかとか、打ち合わせはそういう感じですね。へえ。やっぱりそういうのもあるんだな。キャラクターデザインのお仕事って、はい、そういうのってオファーが来るってことですか。はい、この作品のキャラクターデザインしてください。で、情報としてはそのなんか性格とか設定がで、そこからゼロからって感じになるんですか？そうですね、性格だったり年齢だったり、ものによってはその色のイメージだったり。あー、なるほど。大体プロフィールみたいな情報があることは多いですかね。それはご自身で漫画を描くときってもうなんとなくきっとイメージがありつつ進んでいきますよね。キャラクターデザインとストーリーっていうか性格設定って。そうですね、同じ感じでこう生み出されていきますよね。そうです、ほぼ同時になりますね、自分の漫画だと。キャラクターデザインは逆に設定あって、そこにゼロから姿形をつけていくって形ですよね。そうですね。それはなんか違いはありますか？やっぱりまあ自分でキャラクターを性格とかも作ってる場合は、よく分かってるっていうのはありますよね。自分の中に全部一応あるわけですもんね。でまあ外からいただく場合は情報が少ない時もありますし、蓋を開けてみると性格が変わってる時もあれあれってことですよね。あ、この子こういうところあるんだみたいな。まあそれはでも後からだから書いてる時は気にせずいただいた情報でやってますけど。そんなお仕事もありつつ、漫画家さんって基本的にご自身のお宅だったりでこうこもってお仕事をするというイメージなんですけど、出会う人で、その編集さん、他どういう方がいらっしゃいますか？そうです、私はそのゲームだったりアニメーションだったりっていうののお仕事もそのさせていただく機会があったりするので、そのアニメ関係の方だったりそのゲーム会社というかの方にもお会いしたりはするんですが、まあそれはやっぱり回数ものすごく少ないですし、漫画家っていう職業から考えると、もうほとんど編集さん以外にはお会いしない。そうなるんですね。他の漫画家さんにお会いすることってあるんですか？ほぼないですかね。でもそれは出版社によってとか、その本人が社交的かどうかとか。それは全然、そんなにってことになんかでもそうですよね。なんか出版社さんのパーチ的なのとかね、たまにそういう話は聞いたりしますけども、そういうところがあったりなかったり。はい、あとそういうそのご縁でじゃあ友達作ってそのご飯行ったりとかする方もどうやら世の中にはいるらしい。それは個人に差があるます。個人差があるます。あるます。あるますですね。なるほど。そっか、じゃあ割と孤独なお仕事だったりするんですかね。そうですね。アシスタントさんがいる漫画家さんもいるじゃないですか。はい。梅選手は基本的にお一人でやられてるんですよね。お手伝いしてくださる方がいらっしゃったりはするんですけど、基本は一人でなんか大変な時に「今大丈夫ですか?」ってちょっと聞いてみて「ちょっとここお願いしていいですか?」っていうようなのは頼むことがあります。お家は好きですか？お家好きじゃなかったらきつくないかなと思って。どうなんでしょう。そうですね、まあお家嫌いではないですけど、お話考えたりする段階では外でもできたりするんで。なるほど。そういう時はやっぱ出れるなら家から出たいってなって、インプットの日があったりするんですね。そうですね、あとやっぱ気分転換で物を考えるのにいつもと同じとこでこうじっとしていると結構煮詰まっちゃったりするんで、うろうろ外歩きながらとか喫茶店行ったりとか。あ、なるほど。そういうお仕事の中で梅先生的にここが大変っていうところってありますか？そうですね、声優さんとかも一緒ですけど、風邪ひいたりしてもここのとこ頼むよって言える人がいないので。代わりの聞かないお仕事ですからね。そりゃそうか。ちょっとやっといて遅れができないので、はいはい、そこがいいとこ、ものすごくいいとこでもあり、お休みしたらした分自分にね帰ってきちゃうってことですよね。はい、それは大変でもあるかなとは思いますね。あと浮かばない時、ああ、なんかアイディアが出なかったり、ああ、そういう時は辛い。そういう時はもうなんかひたすらそのインプットできるものを探すって感じですか。ああ、あんまりなんか、そう煮詰まってからインプットしてもあんまりなんかうまくアウトプットにならなかったりもするんで、なんかまあいろんな方の絵見たりとかはするんですけど、最終的にはお風呂入るとかの方が。お風呂入るお風呂入るでなんかリセットされたりするんですね。お風呂入るのはすごい私聞きます。みんなお風呂に入れ、なんか煮詰まったらお風呂に入るんだ。梅先生が言ってるんだから、きっとなんかいいことが起きるぞ。ではでは、やりがいを感じる時っていうのはどういう時ですか？そうですね、編集さんいいと思ってます。はあ、編集さんって、はい、割と褒めてくれないものですか？ほーそうですね。いや、個人差はあると思いますけど、割と褒めてくださるかなって思いますね。編集さんとお仕事、はい、作品を一緒に作っていくっていう、そうですね、一緒に作り上げていってる仲間、はい、チーム的な。そうですね、それもありますし、やっぱりその、自分の頭の中でその、悶々と考えたやつを、うわって出して、でそれをその最初に見ていただく方ってやっぱどうしても編集さんになるので、なるほど、すごい緊張してたりとかビクビクしながら出すので、それでなんか「OK ですよ」とか「いいですね」とか言っていただくとかなり「わー」ってなりますね。あとやっぱ読者さんのリアクションはすごい励みになる。まあものづくりをしてらっしゃる皆さん、きっと共通のね嬉しいところだったりするのかもしれないね。いいですね。梅井先生、ありがとうございます。前半はここまで。引き続き後半でもお話いろいろ聞いていきたいと思います。今回は前後編でお届けしますよ。よ。あれ違う